勉強かったり。俺は大橋秀夫、大学受験を控えた高校3年生。自分で言うのもなんだが、俺は勉強ができる。けど最近テストの点数が伸び悩んでいた。頑張れよ、難関大学目指すんだろ。こいつは岩瀬智則、小学校からの幼馴染で、はっきり言ってバカ。高校は別々だが同じ塾に通っている。そうだけどさ、もう勉強したくねえよ。志望校のランク落とそうかな。もったいないよ、秀夫は勉強できるのに。智則はバカのくせにのんきだよな。なんか秘策でもあるのか。あるよ、必勝法。マジで？教えてくれよ。カンニングするんだよ。え？スマホの画面を暗くして太ももの間に挟んでおくんだ。これなら絶対バレないんだって部活の先輩に教えてもらったんだ。先輩これで T 大学に受かったって。いやいや、バレるに決まってるだろ。みんなやってるらしいよ、地道に勉強なんてバカのやることだって。天才の俺でも必死になって勉強してるのに、バカの智則はカンニングなんかで。やめたやめた、バカに付き合ってる暇はない。嘘だろ、あの智則が3位。お前どんな手使ったんだよ。バカのお前がこんな点数取れるわけないだろ。ちょっとした裏技をね。マジかよ、最低だなこいつ。智則は昔からバカだった。幼なじみの俺は兄貴分として智則の勉強を見てやっていた。あいつが高校に進学できたのだって俺が勉強を教えてやったからだ。もともと俺は勉強ができるんだ、ただ入試っていう緊張感が苦手なだけだ。大学でやっていける学力は十分あるのに、緊張のせいで実力が発揮できないんだ。みんなやってるって智則も言ってた。バカなあいつがバレないんだ。俺がバレるはずがない。大丈夫大丈夫。はじめ。大橋、お前カンニングしたな。え？お前がカンニングしたって通知が届いたんだ。なんでカンニングしたんだ。実力でも十分合格できただろう。なんでバレたんだ。カンニングなんてしてません。バカ野郎、バレないとでも思ったのか。お前がスマホ使ってるところを試験監督たちが確認してるんだ。諦めろ。嘘だろ、だって智則はバレないって。センター試験の点数は全て無効になった。残念だが今年の受験は諦めるしかない。そんな。まさかカンニングとはね。今までもカンニングしてたのか。違います。どうだかな、後日三者面談を開く。親御さんにはもう連絡した。今日は帰っていいぞ。秀夫、お前カンニングしたんだって。ああ、なんでバレちまったんだろう。お前は大丈夫だったのか。あんなの嘘に決まってるだろ。大学入試でカンニングしてバレないわけないじゃん。秀夫ってバカだったんだな。人伝いに聞いた話だが、智則は俺を恨んでいたらしい。バカと言われるたびに傷つき、いつか復讐してやると友人に話していたそうだ。親からも教師からも見放された。来年実力で受かったとしてもカンニングして一浪の烙印を一生背負わなければならない。カンニングなんてしなきゃよかった。